伏せ川ダムは、富山県黒部市、二級河川、片海川、水系伏せ川に建設された。洪水調節、農地の灌溉を、主な目的とした流水の正常な機能の維持、省流雪用水の確保のための多目的ダムで、形式は、ロックフィルダムである。富山県黒部市福平から層が竹に向かう林道を、進んだ谷に作られたダムである。 建設途中で地質が予想より弱かったために、施設の一部の工事が遅れた。小規模なダムだが、これにより、大雨の度に川が堤防を越えるようなことがなくなり、渇水機の農業用水の不足の心配もなくなった。事前に計画された、付帯事業で一部未完成なものは、流水小説設備である。農業用水としての供給先は、黒部市東伏せ地区。 石田地区と魚津市西伏瀬地区、蛇田地区などである。ダム湖は伏瀬の緑湖。1952年7月1日の洪水の後、災害復旧助成事業が始まった。昭和43年度からは、中小河川改修事業が開始されていたが、1969年に洪水被害を受け、事業の見直しが行われた。そこでダムによる、 洪水調節を行うことが計画された。1970年から調査が始まり1979年に着工、1992年に完成した。布施川の農業利用には、地元の東布施土地改良区など、複数の土地改良区が関係している。布施川からの農業用水への取り入れ口としては、笠波棟志向が新しく作られ、 それまでの各地区の水網は廃止された。ダム建設は下流の補助整備、農業用水路整備事業と関連しながら行われ、3つはリンクして水の有効利用が図られている。ダムの使用目的のための大きな放流ゲートが目立つ。小流節用水目的のダムは珍しいと言われているが、富山県では他に境川ダム、上花ダム、久渕川ダムがある。 流水の正常な機能の維持の目的の一つは、伏施川では、アユなどの漁業権が存在するため、流量が必要だからである。完成時には、下流域住民による死死舞が回れ、ダム湖に鯉が放流された。また、その年は、歴史的な滑水の夏であったため流域では、放水が待たれた。稲作に影響が出るギリギリの時期に放水が間に合った。樹木、草木が多く見られるほか、 野鳥の観察に適している。ダムに流れ込む伏せ川は清流であり、水生動物の観察会なども行われる。管理事務所周辺の崖や道路の壁には化石が見られる。周囲は自然に溢れていて、ダム建設の付随施設として、公園、管理事務所、公衆トイレ、資料館がある。訪れる人は少ないが知る人ぞ知る、憩いの場となっている。 ウィークデーで管理棟に管理者がいる場合は資料館を見せてもらうことができる。ありがとうございます。